試合中に桜島が噴火しました。噴煙が上がっています。これ別に普通のことなのか、一旦中断したがいいのか、全く熊本県人の私には分かりません。桜島の灰が上空にあります。水族館桜島、雲で隠れています。
どうなんでしょう。ちょうど今日は桜島溶岩グランドに